こんばんはです。また水曜日21時になりまして、また週刊フレーバーやるわけでございますが、コバちゃんさんが言うように8月27日の予告じゃなくて8月の20日ですよ。8月の20日の予告になってると思います。8月の20日にラボさんという岐阜のコーヒー屋さんに行って、ラボさんの開発したドリッパーと、対決しようという、まあ、企画ですね。ちょうど、その20日の日にですね、たまたま樋口さんという、コーヒー工房樋口さんというとこが主催するっていうか、サロンがコーヒーサロンというのがありましてですね、それが昼間にあるので、その昼間にですね僕も行くんですね。久しぶりに、まあなんつうんですか、こう出張するみたいな感じですかね。でそのついでにですね、ユーストまで出張しようということで、ユーストを出張でやろうという感じで思っています。ですから非常に重たい機材をですね、その日は運んでいくんで、すごく大変なんですね。ですからいろいろなトラブルもあるかと思いますが、そこら辺はですね多めに見てもらいたいなと。つまり、来週の、8月の20日の、水曜日、21時からはラボさんで、やるということになっております。コバちゃんさん27日じゃないですよ。はい、そこ気をつけてください。今日やる、ことは何かというと、いっぱい出しの、水出しですね、いっぱい用の水出しコーヒー、どういうものかというと、こんな感じのものです。これが一杯出し用の水出しコーヒーの、フィルターです。そして、こちら、これが通常うちが水出しコーヒーを売ってる、40杯用の、ものがこちらですね。ポリンさん、よろしくです。実を言うと大したことやらないんであんまり期待しないでください。こちらが通常のうちが使っている、40g を入れて 650cc 作るときに使う水出しの、袋です。でこちらが、10g 入れて、実験に使う水出しの袋、一杯用の袋ですね。で当然、40g の方はこうやって、まあ、水出しのアイスコーヒーとして、まあ、販売するわけですよ。だけど、まあこちらは何かというと、実を言うと、キャサリンがですね、開発した、実験用に、用意した、ものなんですね。これ、キャサリンは何に、これを使ったかというとですね、焙煎の、吉原氏を、全て、調べるのにですね、この水出しコーヒーで、やるとすごくよくわかるということです、いうことでですね、ケロックスさん、こんばんは。はい、ということでこの水出しの、パックを使ってコーヒーを、水出しコーヒーを立てると。そうすると、何がいいかというと、コーヒーの実験をやるときに、カッピングをやられる方、あと松屋式でコーヒーを立てる方、まあいろいろあります。ただ言える、もう一つに言えることは大変です。例えば10個を焙煎して、その10個をカッピングするとなると、やっぱカッピングするだけでも結構大変ですよね。時間との勝負ですもんね。でそれに対して水出しコーヒーだと、これを10個用意するのあんまり大変じゃないと。であんまり大変じゃないので、これをこう10個まあ、用意して、それをこう水出しコーヒー作って、ほいで次の日にでも、のんびりと飲む、
飲んで調べることができる。で、飲んで調べると何がいいかというと、基本的には、どのコーヒーも例えば10種類あったら温度差関係ないですから、10種類が全部が、しっかりと、検査ができるという良さがあります。ただこれをですね、今回はそういう、難しいことはなしにして、この一杯出しの水出しコーヒーを、普通に水出しというじゃないですか。その水出しという言い回しからすると、じゃあ、温度は 何度なんだと、水の温度は何度なんだということをやっぱ考えるわけですよ。で、水の温度は何度なんだと考えたときに、じゃあ、水出しコーヒーの水の温度って、実は言うと誰も知らないんですよ。排気も楽。そうなんですよ。排気が楽でいいですね。あ、ちなみに、せっかくなんで、排気も楽という意味合いからか、もうついでに解説しましょう。ケロックスさんって、もしかして高橋さんですか？実を言うとですね、排気も楽という意見がありましたが、これは 何かというと、これが、うちが使う時の、はい、そうですね、コバちゃんさん、20日です。はい、僕はびっくらこきました。確か20日と打ったつもりなんですけどねと思いました。27日じゃございませんよ。はい、よろしくお願いします。実を言うと、これが、水出し用の、容器でございます。で、こちらが蓋でございます。で、これは水出し用の蓋でこれがパシャッとやる、できるので、何がいいかというと、こうやると、重ねることができる。つまり冷蔵庫で、場所を取らないという良さもあります。で、それだけじゃなくてですね、これ自体、これ今、見るとわかるんですけど、これ切り込みが入ってるんですね。これ何かというと、もともとこの、容器自体は、なんつうんですかね、ストローが刺せるようにできてます。で、ストローが刺せるようにできてるんで、これは、できれば、塞ぎたいと。いう塞ぎたい方のためにどうするかというと、こういうものを使います。はい、非常に見えません。これは丸いシールです。この丸いシールをですね、こうやって貼ります。こうすれば、蓋がしっかりと、気密性を持つことになりますね。こういう感じです。で、今から当然やるのは何をやるかというと、ここの解説はできれば早く飛ばしていきたいですね。今日はこれをやるわけではないので、飛ばしていきたいとは思いながら、ついでなんで、全部貼るだけ貼りましょう。で、こういう状態になって、本来はこの状態で使います。こういう状態で使います。本来はどういうふうに、やるか、ざっくりと、とりあえずは、ざっくりと説明はしときましょう。どうってことない、ことですが、説明だけはしておきます。で、今日は実は言うとこれを使いません。これを使わずに、今日は水出しの温度を、変えて、温度の差でどのぐらい違うかという、抽出が変わるかっていうのをやってみたいと思います。で、ちょうど今余ってたやつを、これをやるのはちょっといかんですね。ちょっとあまりにも雑いんで、そういうことはいかんので、普通に豆を引きましょう。豆は
細かめに弾きます。はい、今、豆を引いております。で、1個だけは水出しの通常の正規のやつをとりあえずやるだけやっておきましょう。で、それを参考にしてですね、コーヒー屋さんとかなんかは試験に使ってみてください。それではまず、10g を測ります。で、 10g 測ったらこれをここへ入れますね。こうやって、入れます。で、これをちょっとシール引っ掛けます。はい、これがシール引っかかった状態です。で、これをどうするかというと、今、この容器のですね、上の、印まで水を入れます。で、水が入ったらですね、ここにただ入れるだけです。で、入れる時のポイントはですね、ちょっとこれ綺麗に、してあるよりはこうやって潰した状態にしておいた方が、蓋を着せるときには楽です。で、こういう状態ですね。これで、出来上がりです。で、これはこのまんま、ちょっとこっちに置いておきます。色とかなんか見ます。で、実際にはね、今回はこれを使いません。なんでこれを使わないかというと、今日は、水、湯と、例えば、温度が60度ぐらいのお湯と、氷水と、こういくつかをこうやってみたいと思うので、そのように、使うので、残念ながらこれだと、温度が高いものに、耐えれないんで、今回はこちらを使います。こちらですね、これは何かというとカッピングスプーン、なんだ、カッピンググラスですか。スプーンじゃないですね。カッピンググラスですね。で、カッピンググラスを使うと、どういうことかというと、カッピンググラスとこの、蓋はちょうど合います。このように、ちょうど合うので、これで一杯出しの、ものが普通に作れるわけですね。で、先ほど、多めに、豆をひいたので、それで、実際にコーヒーを、まずは用意しますね。これまあ普通に考えればこんなもんぐらい用意しとけという話もありますが、すべてを、その時にやるっていうことが大事なんです。
ですね。使って温度を測って、やろうじゃないかという感じです。で、まず、水出しコーヒーで試してみたいのが氷水。例えば、水出しコーヒーだから、水出しコーヒーなら当然ですけど、冷蔵庫に入れるわけですよ。冷蔵庫に入れるということは、これは、もう最初から、冷たい水を使った方がいいじゃないかと思うこともあると思う。ということで、氷水を使って、水出しコーヒーをやるとどうなるか。というのをまずいきたいと思いますね。当然氷水。簡単です。氷入れりゃいいんです。まだアップの画面一回も使ってないですね。ピクチャーインピクチャー全く使わずに来てます。思ったよりも冷えません。もうちょい入れます。はい、透過法じゃなく、浸湿法ですね。浸湿法の方の温度だけを変えてどうなるかを、やります。で、今、氷水できました。温度いきます。非常に嫌なパターンではありますが、このまあ一番危険なパターンではあるんですが、今の温度が、ちょっとわからんのでこっちを使いましょう。今氷水なんで0度になるかと思ったら0度になってくれなかったんで、まあいいでしょう。で、これまあとりあえずまあ5度と表示された以上は5度で、申告しないかんでしょう。ということでまず、5度の水を、グラスに注ぎます。温度計邪魔ですね、はい。今このグラスに注いでですね、今この状態で、かき回します。でかき回してですね、 とにかく温度を下げます。グラスの温度下がりました。横っちょに水滴もついてます。もうグラスの温度下がりました。で、捨てます。で、もう当然ここに、はい、まず氷水です。氷水に先ほどと同じようにこうやって、ぐちゃぐちゃっとしましてですね、こう突っ込むわけですね。
ちょっと水が多かったかな。ちょっと水が多かったが、まあ仕方ないでしょう。これが、5度。ということで、こちらへ置いてきます。ピクチャーインピクチャー、あんまり役に立たないという雰囲気があるので、まあ、あとは普通に行きましょう。はい、今、普通に5度のやつをやった、バッテリー残量が少なくなっています。ちょっと危険ですね。ちょっとお待ちください。はい、ちょいと失礼です。何事もなかったかのようにいきます。で、次は普通の温度です。普通の温度はいいですね。このままでいいです。はい、この状態にして、じゃあ普通の温度って何度か、そうですね、普通の温度が何度かがわからないですよね。まあちょっと疑うわけじゃないですけど、ちょっと待ってくださいよ。うん、いいです。一応28度、はい、28度ということにしましょう。それではこれは28度、はい、28度をつけます。はい、じゃあ次はですね、どうするかというと、今度は60度ぐらいをいきましょうか。それでは60度いきます。はい、60度、60度というのはどうするかというと、まあ湯と水を混ぜて作りゃいいですよね。今何をやってるかというと、60度を作ります。作っております。あ、よよきまぐれさん、こんばんです。今日も一人で頑張っておりますよ。来週は
岐阜まで、出張しますんでね、出張して、ユーストをやるという。はい、だいたいざっくり今60度と言いながら64度です。今これを入れます。で当然 またこれをかき回して、グラスの温度をそこまで上げます。持ってると熱いです。下ろします。で今現在60度を製作中でございますね。60度、あ、ちょうど今、グラスが、大体温まりましたね。で、ざっくりとこれで60度ぐらいになるはずです。はい、現在62度。まあ、60度ということにしましょう。ということで、これ、またさっきと同じように、こう、丸めておいて、ここへ入れます。で、蓋を着せます。で、そうなんですよ。初の出張配信をやります。まあ、一応、真面目に62度 C。はい、ということになります。で、ここでですね、あ、キャサリン、こんばんは。ちなみに、あれですね。今日はキャサリンのネタです。で、今、やっと全部が揃いました。で、全部が揃ったところで、じゃあスタートしましょう。で、今回はどういうとこがポイントかというと、タータンにここです。ですね、これどれ、実を言うと、スタートしたのは当然ながら、この62度、上からでないと読めないようじゃダメですよね。ちょっと待ってください。現在地味に貼ってます。はい、4つのコップです。こんな状態ですかね。これだともうちょいこっち行きたいですよね。これが微妙なのでこっちへ持ってきて
こんなもんですか。まあこんなもんで、まあ後で解説しましょう。暗いな。はい。そうですね。ライトが弱いですか。明かりが欲しい。逆に抜きますか。微妙っすかね。じゃあ前出しましょう。いっぺんに全部が見えそうもないですが、まあ3つだけでいいでしょう。3つだけ、これ横っちょ却下。5度と28度と、62度。僕のあれですね、画像が邪魔ですね。ちょっとお待ちください。これなら大体わかりますかね。現在、もう、5度と28度と62度でやるとですね、このように、5度というのはね、結構、最初にコーヒー、やったんですよ。ところが、思ったほど早くは溶けてくれません。それに対して、やっぱ62度ぐらいになってくると、早いです。で、現実にですね、水出しコーヒーに関してはですね、何が重要になるかっていうと、これなんですね。温度が、水出しの本当の温度は何度なんだ。もう本当の水道水の水をそのまま使って、水出し普通にやればいいんですけど、それを、まあ通常冷蔵庫に入れるんですね。で、なぜ冷蔵庫に入れるかっていうと、水っていうのは、まあ、おかしな言い方だけど、普通に水の場合は腐ると怒られるんですよ。だから、コーヒーって立てるときにお湯を使うので、まあ、ある意味、危なくないんですよ。ところが、水出しコーヒーって、まあ、水なんで低い、温度が低いんで、そのままほったらかしておいたときに、やっぱり、悪くなりやすいっていう可能性があるので、そうすると、普通に、水の中につけた後にですね、そのまんま冷蔵庫に入れてくださいよねってなるわけです。だけど、冷蔵庫に入れてくださいよねなら、冷蔵庫に入ってる水の方がいいじゃないかというふうに考えてですね、冷たい水を使って、水出しコーヒーをやると、思ったよりも、溶けてくれないという、弱点がありましてですね。今これだと、5度のやつも結構溶けてるじゃないかというふうに、なっておりますが、これはですね、一つにはですね、5度のやつが一番早く、入れたからですね。で、それに対して62度の方は遅かった割には、やっぱり溶けるの早いですよね。で、コーヒー屋さんはじゃあどういうふうにするかというと、やっぱり、冷蔵庫入れてくださいと言うんですよ。それはなんでかっていうと、これで見てもわかるように、普通に常温なら常温のまんまで、そのまんま、外置いといてもらえば、外っちゅうって室内ですよ。冷蔵庫入れずに、置いといてもらえば、コーヒーって出て、できるんですよ。こうやって、どんどん抽出されて、飲み頃になりますよね。だから、温度が高い方が、その通り、だから常温で、冷蔵庫に入れずにそのままほったらかして水出しコーヒーを作った方が、
しっかりと味が出ていいんですけど、問題はその時に、もしも、ほったらかしといて、じゃあ腐ったらどうなるんじゃという時に、やっぱりコーヒー屋的にはですね、怒られたくないわけですよ。で、怒られたくないということはどういうことかというと、安全のために、水で、セットしたら冷蔵庫を入れてくださいという、まあ簡単に言うと、自分を、まあ弁護する安全のためにですね、水出しコーヒーは、基本、冷蔵庫に入れてくださいというだけなんで、実際に自分でやる場合、実際自分でやる場合はそんなこと関係ないので、実際にその、常温でこうやって作った水出しコーヒーですね、このまま置いとけばいいです。これで、出来上がったものを飲めばいいんです。ただその時に自己責任なんですよ。つまり、これは自分でやったことなんで、それが腐ろうが腐る前が、自己責任というふうに考えて、やってもらえばいいかなという感じに思います。で、実際にですね、これ今このまんまでですね、これ最後、まだ20分あるんで、その時間、最後までこれ、やっとくつもりです。で、ネタ的にはもう一つしょうもないネタいきます。これはこのまんまほっといきます。どうしましょうかね。このまんまの絵を使いながら、この小さい、キャサリン、これはですね、5度の方が相当早く入れたからであって、これはこのまんま本来冷蔵庫に入れれば、どちらかというと5度の方は思ったほど溶けないんじゃないかとは思いますけど、ただ今の状態ではよく溶けてると思います僕も。今からですね、何をやるかというと、水出しコーヒー、今こうやって浮いてしまいます。で、浮いてしまう状態をなんとか抑え込んで水出しコーヒーを作れたらいいんじゃないかと。5度は結露してます。その通りです。それでも結構溶けてるんで、実際にちょっと僕も予定外ではございます。予定外ではございますが、まあ、こういう結果になった時はなった時で後で考えようと。今、時間差が、予約まぐれさん、その通りです。時間差があるから、それで通そうと僕は思ってますよ。で、今から、もう一個、水出しコーヒーをやるんですが、これだと、今見てわかるように、水出しコーヒーの、パックがですね、どうしても浮いているじゃないかと。で、まあこれ見て、この絵で見るとわかると思いますけど、こう浮いた状態になってるんですね。で、押さえつけたくなりますよね。ああ、用意ドンではないですね。ないんですよ。これね、何人かで一気にやるんだったら、温度を合わせてですね、用意ドンはできますが、残念ながら一人で、これをやる場合は無理です。それともう一つ、何と言ってもこれをやろうと思ったのは、今日の、7時過ぎでございますので、段取りもへったくれもございません。ぶっつけ本番、いつも通りのぶっつけ本番なんで、今の温度を知りたいな。はい、わかりました。それではですね、今の温度、残念ながら5度のやつが5度ではないとは思いますが、まずちょっとお待ちくださいよ。残念ながら、こっちの、ピクチャーインピクチャーの温度計の数値はこっちのとこで出しましょうか。ちょっと待ってね。見せれますかね。棒の方に画面がないので、ちょっとお待ちください。
はい、それではですね、今5度の温度が5度ではない、何度を示しているか。これ今何度？見えない。実は言うとカメラの前に持ってってるんで、実は言うと温度が見えないんですけど、10何度ですか？実は言うと僕の方からは見えないんですけど、14度ぐらい、15度。はい、じゃあ28度のやつは多分28度のまんまであろうと思います。ちょっと待ってくださいね。次、28度のやついきます。えい。多分予想としては28度のまんまか、29度。29度ですね。はい。はい、次いきます。62度いきます。まさかここでこういう時間を取られるとは思いませんでしたが、ニコさんの、意見なら、僕はすぐに、聞いちゃいます。あれ？こっちか。少々お待ち。47度ですか？47度ぐらい。つまり温度が下がってきたってことですかね。はい、ということですね。今回はですね、実はこうやって、ゆっくりと、まだ、30分経ってないぐらいですけど、2番目はほぼ変わらず、そうですね、常温なんで、あんまり変わらないでしょうね。ここでですね、一応新ネタというか、まあ、とりあえず今回、このネタで、ごまかそうというネタがございましてですね、今回、せっかくなんで、これこのまましておきましょう。こっちの小さい画面でいきます。先ほどと同じように、コーヒーを計量します。計量したら、こちらですね。28度だけはパックが浮いていて、全体が使ってないみたいですね。うん、確かに。さすがですね、キャサリンね。さすがこの、抽出に精通してるかもしれない。僕よりも、多分、彼女の方がよく知ってます。彼女の方がプロだと思う。これで、またシールかけます。ですね、こちら茶こしですね。で、この茶こしが何になるかというと、これをこう詰めた状態でですね、ここへこうパコッと入れれば、押さえる、板に、真空引きすれば、残念ながら今日はそこまではやれません。準備。りゅうたくんですね。りゅうたくん。残念ながらですね、ネタとしてですね、準備を怠っておるので、そこまでできません。残念でした。ここでですね、今回、新しい新ネタ。新ネタといっても大したネタではございません。普通に水出しコーヒーをやるときに、
キャサリンが言った意味合い、なぜ28度が思ったほど溶けてないかという、原因です。原因を、こっちを使って説明しましょう。これが5度のやつです。結構水に使ってますね。横っちょから見るとこういう感じで水に使ってます。で、これが28度。実を言うと浮いてます。水に使ってなく浮いてる部分があります。横にするとその分が上に来てますよね。で、62度はもうしっかりと使った感じになってます。つまり28度だけですね、思ったほど使っていないぞという指摘がですね、キャサリンからありました。まあそれはですね、普通は37度ぐらいから上はお湯でしょうか。お湯の定義ですね。まあとりあえずお風呂はお湯なんで、お風呂だったら OK でどうです？お風呂だと40度ぐらいじゃないですか。だから、まあ、40度前後でお湯って感じでどうでしょう。37度でお湯かと言われると、37度は微妙じゃないかなという気がします。で、一応新ネタ、唯一の、まあ、これぐらいしか今回はネタがないので、ネタは何かというとですね、こうやって水出しコーヒー作ります。この作るときに、どういうとこが問題かというと、ちょっとアップ全体の方をちょっと使いますね。こういうふうに水出しをやろうと思うと、ここのとこでですね、先ほどのように浮いてしまう。この、コーヒーをですね、入れた時に浮いてしまう。で、キャサリンから指摘があったように、40度なら理解できる。ありがとうございます。40度ぐらいですよね。40度ならっぽいですもんね。で、本来例えばこれでも62度で実験します。例えば40度で実験しますの場合は、湯煎かなんかで40度で一定に保つような装置を作ってやらんと、実験とはならんですよね。40度の、例えば62度のお湯を使って、そのまま冷えちゃったら62度じゃないですもんね。というのは、思いましたが、まあ、やり始めちゃったんで、まあそこはそこということで。カツさんが25度で温泉です。25度で温泉なら28度のお湯は OK ですか？だけど、まあ、とりあえず、これじゃあお湯出しコーヒーになっちゃうんですけどね。28度が。まあいいや。時間もないので、いきます。これ、さっきと同じコーヒーですが、これをこう、ここに入れます。こういう状態で入れます。あ、入れました。浮いちゃいます。そこで、この、茶こしをですね、ここにこうピュッとこう置くわけですよ。こうするとですね、今浮いてます。だけど、この茶こしが重いので、ゆっくりと下がっていきます。これで転んでくれると困るんだけど。こういう感じですか？こういう感じでですね、茶こしが押さえてくれてですね、コーヒーがしっかり出るんじゃないかというふうな一応魂胆ではございますが、これがうまくいくかどうかが当てにならない。キャサリンから関係ないですが、水出しパックを湯につけて、抽出したコーヒーとプレスで入れたコーヒー、ちょっと待ってよ。味の違いを知りたくなった。今度お願いします。わかりました。じゃあ、5分で、だけど水出しパックで、お湯につけて抽出した。なるほど。
それではですね、よゆきまぐれさん、検証温度を一定温度にするのは検証が難しい。その通りですね。ちょっとこれ、キャサリンが言うたのも一理あるな、ということで、本来の、これ、とりあえず、予備実験だけ行きましょう。予備実験として、これ、フレンチプレスってやつです。これをこうやって、シューッとこう下げるやつですね。で、大体これ、コーヒーが大体、まあ、使っても15グラムとかそこらなんで、ここで、細かい粉を使った、フレンチプレスができるかどうかをやりましょう。ここにですね、先ほどと同じ、コーヒーですねをこうやって、汁にかけます。これはまあ普通に、15グラム入れました。15グラムだからまあフレンチプレスとかなんかでまあ扱う量とまあ大して違わないのでこれでいいでしょう。で、普通にフレンチプレスいきましょう。普通にフレンチプレス。とりあえず、細かい粉でプレス。その通りです。今回の場合は細かい粉でプレスやります。これで一回温めます。実際にですね、じゃあどこを使ってやろう。ちょっと待ってくださいね。これを抜きます。で、今回はですね、メッシュ一緒です。なんでかというと、さっき引いた、豆だからです。で、これをですね、フレンチプレスでもあのフレーバー方式のフレンチプレスのやり方、つまり、コーヒーの粉をお湯よりも下へ沈めた状態を作って、時間を置いて、プレスするという方式ですね。ですから、ちょっと待ってくださいよ。いろいろ諸事情あります。エアロプレス型、丸型パック、できるんじゃないですかね。通常のプレスの流動はね、次回にしましょう。こちらにはこちらの事情として、今回はこれでいきたいと思います。これは、フレンチプレス、ボダムのフレンチプレスですね。ここにですね、こうコーヒー豆をポチョンと入れます。で、これをこういう状態ですね。頑張れ。今頑張ってあげてます。これ多分ネットだとわからんでしょうね。今成分が結構溶けて染み降りてくるんですけど、あんまりわかんないですよね、多分。
とりあえずこれでですね、3分間ぐらい待ってですね、プレスして、味を見ようかと思います。で、さっきの方の絵はどうでしょう。先ほどの方の 絵からすると絵はですね、5度の方が28度よりも溶けてしまってますよね。これはいわゆる、ネタとしてはしくじったかなという感じですかね。うん。まあこういうこともありますので、まあそれはそれということで、今フレンチプレスの方を、実際にどうなるか。3分ぐらい、通常4分なんですけど、今回は3分にしておきました。時間も時間だというのと、もう一つはですね、タイマーが3分計だったからですね。通常の、キャサリンさんから。はい、28度はですね、今回失敗です。今回は完全に28度失敗しました。ぶっつけ本番の怖さはここですね。言い訳なく謝って終わると思います。とりあえず、これで3分経ったところで、プレスを下ろす感じにしましょうか。ただこのやり方の多分欠点としてはですね、コーヒーの粉の中を、このお湯が通過してくれれば、濃く出るんですけど、通過しないと、薄いまんまでいきそうな気もします。粉が動いたんでしょうかね。どうなんでしょうかね。まあとりあえずぶっつけ本番の怖さはこういうもんで仕方ないですね。まあ僕は謝るの得意なんで大丈夫なんですけど、はい。それではフレンチプレスいきます。これはフレンチプレスですね。フレンチプレスに対して、中にですね、15g の、粉が入っております。細かくひいた粉が入っております。気温との温度差で対流が起きて抽出が早まって、あとで考えます。勝さん申し訳ない。ちょっと自信ない、分からん。この状態で、プレスを、押して、問題はこの上に、濃い部分ができてくれるかどうかがポイントですね。これ、時間がここまでですね、多分。はい、いきます。これは、基本的にプレスの、方法としてはゆっくり押す。残念ながら泡が抜けてくれてません。ですから、次回はトーカー法との比較をお願いします。はい、すいません、ちょっと待ってくださいね。もう一回あげます。今の感じからすると泡が抜けていないので成分溶けません。もう一回いきます。フレンチプレスにですね、懐かしいですね、ジュテイムありましたね。はい、この感じからするとですね、
残念ながらこれのフレンチプレスのやり方としてはあんまりうまくいきません。粉の隙間に入ってる空気がですね、残念ながらやっぱ抜けません。このやり方だと抜けないので、プレスに使うっていうのはちょっと難しいと思います。出来上がったコーヒー、こんな感じですね。ただ不思議と甘い。まずくはない。結構飲めるかも。はい、ということでプレスの方はちょっといまいちでしたね。まあいまいちだけど味的には悪くはなかったですから、今日の一応メインとなる予定のものでしたがこんな感じです。約1時間ぐらいで、作り上げた、これが、コーヒーですね。もう完全に28度、ちょっと失敗です。驚きは5度、こんだけ溶ける予定ではございませんでした。予定としては温度が低いと溶けないから、冷たい水は使うのはやめましょうが一応最終的な答えの予定でしたが、5度いいじゃんみたいな感じになってしまいましたね。これ一回水出しパックをプレスで入れてほしかったわけではないんですが、あ、伝っていない、すいません。また今度打ち合わせしてからやりましょう。キャサリン、ここですね、実際に、62度だけはやっぱりしっかり出てるので、62度で水出しコーヒーを作った場合の、コーヒーはどうかというのをちょっと試しに飲んでみましょうか。手で持つと熱いかな。熱くなさそう。これが62度、1時間の水出しコーヒーです。濃度の数値をメカコーヒー系で測りたいですよね。まだ完成してないので申し訳ないです。コバちゃんさん、そのうち完成させますんで。これ思ったよりもこれお湯の中につけたこの水出しコーヒー美味しいかもしれない。なんかこれでコーヒー立ててもいいよねみたいな。結構これうまいかも。62度はもうこれ OK です。これお湯でやっても OK かもしれん。これ問題5度ですよね。これ5度まだ1時間やそこらでコーヒーが本当に立ったのかどうかということですよね。1時間では普通は外さないので、5度、あのね、これ5度でやると甘いっすよ。結構うまいですよ。うん、一番かわいそうな28度、これ今回がダメだっただけですからね。多分これは完全に失敗しました。味がない。基本的にぶつけ本番で今回温度の、温度差による、抽出のされ方の違いをこう水出しコーヒーを使ってですね、やってみたんですが、
ちょっと あれですね、1回ぐらいは実験してからやった方が良かったかなというのは毎度のことです。毎度のことで、あれですけど思いました。ただ言えることは、思ったよりも高い温度で、これ水出しコーヒー使えるなとは思いました。ですから、例えば水出し中と時間がかかるという、次回冷蔵庫のことと室温で、5度で試してみては、勝さん、次回はですね、残念ながら僕はですね岐阜県に、行ってですね、ユーストをやるので、その、ネタは使えません。来週はですね、コーヒーラボさんという長崎くん、ここに焙煎機を作りに来た子なんですけど、岐阜でコーヒー屋さんをこうやっててですね、ちょうど僕も岐阜で、コーヒーサロンというのがありまして、そのコーヒーサロンに行ったついでにですね、そこの、彼の長崎くんのお店で、ユーストをやると、機材を全部持って、ユーストをやりに行くという、ことになっておりますので、もう10分、過ぎちゃいましたね。という感じで、今回はですね、まあ、とりあえず一番の収穫は温度が高い温度62度とかなんかで、作った水出しコーヒーが1時間ぐらいでも結構、飲めるコーヒーができた。あ、リベンジですかね。そうですね、リベンジの時にはちょっともうちょっと、考え抜いてやりたいと思いますね。その時にはキャサリンにお願いしたいですね。僕よりも、多分よく知ってるんでね。という感じですね、本日の、週刊フレーバーですね、何でしたっけ、いっぱいを水出しコーヒーで遊ぶ。本当は遊んだだけで終わってしまいましたね。ちなみに、最初にやった本来の28度はこれです。これが28度の姿ですからね。このぐらいは本来溶けます。ということで、今日の週刊フレーバーはここまでにしましょう。皆さん、来週はですね、岐阜からやるので、よければ見てください。お願いします。じゃあおやすみなさい。